はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は最後の砦、函館ラサール2次猛特訓、2021年のね、四角の1のカッコ6、さあ詰め算の問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、函館ラサール2次大逆転の15年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では早速やってみましょう。さあ詰め算、函館ラサールです。クラス替えをするために1人500円ずつ集めると2035円足りなかったので1人に50円ずつさらに集めたところ715円余りました。クラス替えに参加した人数は四角人です。もう本当基本に忠実なものしか出してきませんからね。基本がしっかり分かっていれば必ず解けるんです。さあ、一人500円集めました。ってことは、クラス会の参加者を四角人とすると、全部で500かける四角人円集まってるわけです。でだけれどもこれだとね、これ予算に2035円足りないって言うんですよ。ね、これ赤字になっちゃうわけです。でそこで1人さらに50円ずつもらった。つまり1人当たり500円だったのを550円もらったということにすると、550かける四角人円が集まります。そうするとどうなるかっていうと、目標額を超えてさらに715円余るわけです。ね。こっちは余り。こっちは足りない。で、これが目標額。よす。ね。クラス会に必要な額。そうだとすると、500×四角円は目標額に2035円不足して、550×四角は715円、目標額よりオーバーということは、差は2035たす715円の2750円です。2750円の差があるんです。で、この差はどうやってついたかっていうと、一人当たり50円ですね。一人当たり50円ずつ差がついていって、それが四角人積もり積もって2750円。つまり、50円が四角人分積もり積もって2750円なわけですから、四角は、2750割る50。ね。これ50、5人だね。クラス会に参加した人数は55人。ね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では、頑張ってきてください。